ごきげんよう。ごきげん遠くの宮崎文隆です。今日は2021年10月の15日金曜日です。昨日夜の8時からでしたかね。29期銀河戦 H ブロックの決勝戦をテレビで見ました。はい。この藤井聡太さん、藤井聡太三冠の相手は佐々木勇気七段。今 B 組1組で6連勝ですか。すっごい調子が良くてですね、元気のいい棋士です。その佐々木勇気さんに七段に藤井聡太さん三冠が対戦ということになりました。好一番ですね。これは第29期銀河戦のエッジブロックの決勝戦に当たります。先手が藤井聡太三冠が先手です。これいいですね、先手で。藤井三冠はもう、なかなか負けませんからね、先手の場合はね。そして、相掛かりの勝負となりました。初めは、大体前半というのは大体同じような進み方でするんですけども、昨日も横歩取りで歩を歩得しての戦いになりました。まあ藤井三冠最近よく見ますけど多いですよね、歩得歩得で戦っていくという戦い。そしてそこまでは大体同じようでいくんですが、その中盤にかかる頃から藤井聡太さんは前例のない戦いに入っていくんですよね。佐々木七段もそれはものすごく研究してますから、大体全部、やり方とかはもう戦術は分かっているんですが、藤井聡太三冠はそれまでないような初めてのような戦いの模様になっていくもんですから、これがなかなかですよね。これ結構早指しですから、なかなか前例のないになっていくと、その現場ので初めて考えてこう戦っていくわけですから、これはかなりの力と、まあ日頃の訓練というか、まあ才能もないとできないような世界へ入っていきます。そうなると藤井三冠は強いですね。ちょっと有利なところは一歩でも有利になってくると、そこからどん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 こう広げていって、じわ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 有利に持っていくんですね。じわじわじわ持っていきながら、ちょっと有利になったな分かった時からは怒涛のごとく攻めていきますね。昨日もですから、もう後半はザーッといきますから、あっという間に終わりましたね。テレビ中継見てたら、将棋早く終わりましたので次のことをやりますと言って、なんかそういう展開になりました。まあ昨日はですから、将棋見ていてもなんかもう安心して見れるというんですかね、藤井さんから安心して見れて、どこで仕掛けるのか、どこから展開するのかという、初めなかなかわからないような感じでどうなんかなと思ってます。今頃 AI がでも早く出しますね。まだ解説者もどっちかわからない時でもパーンと祝いの方はもう藤井聡太さんの方へ有利な点数を得れますね。でもその通り藤井さんが進みますね。そしてあっという間にもう終盤から詰めてしまうという、昨日も素晴らしい爽快な超ご機嫌になる戦いでした。この次、今度は決勝になりましたから、 H ブロックで勝ちましたので、その次の試合、これもますます楽しみになってまいりました。ではまたこの次の戦いを楽しみに。今日はごきげんよう。